元山市は朝鮮民主主義人民共和国間温度の同調所在地。日本海側港湾工業都市であり、軍港である。日本の新潟港に入港していた万行本郷の母港でもある。国際観光都市として開放されており、中国人の観光客が多い。朝鮮半島東海岸中部の元山湾に面し、西にはうまい黄峰の山並みが連なる。 首都ピョンヤニへ2 0 0ロメートル金剛山へ1 2 0トルの地点にある、朝鮮半島東海岸にある東朝鮮湾の奥には、南のカツラ・半島と北の虎島半島に囲まれた栄光湾があり、日本海の荒波から守られた天然の良好になっている。カツラ・半島の内側が元山港のある元山湾で、カツラ・半島の外の栄光湾には、 滝木島、大島、小島、熊島、霊島など20余りの離島が点在する。元山湖の北西には海水浴場や遊園地のある小島園遊園地が続き、元山湖の東の桂浅半島西岸には民佐十里という長い砂浜があり、いずれも継承地となっている。付近の山には、長徳山、牛山、南山、北坊山などがある。 気候は海に面するために海洋性気候で比較的温暖である。最も寒い1月の平均気温は低く、摂氏2.2度で、欠片の気候区分では温帯に属する。元山市日本統治時代の元山府の中町1951年頃、米軍 B26 爆撃機の攻撃を受ける元山港45度を14里を管轄する。カツラは付近に 元山くず浅海外観光地区の建設が宣言された。2018年の朝鮮中央テレビ5カ年戦略説明番組より、現在の元山港は、李氏朝鮮時代は元山津という漁村に過ぎなかったが、1876年の日朝修好条件により1880年に対外開港し、後に元山日本居留地が置かれた。 1910年10月1日、特元軍は元山府となった。1914年に、京城府と元山府とを結ぶ鉄道が開通し、天然の良港として、朝鮮の日本海側最大の都市として発展した。南北分断までは、環境南道に属していたが、1949年、関本土に編入し、北側の道都となる。 朝鮮戦争では1950年9月、アメリカ軍を中心とする国連軍が元山上陸作戦を行ったが、中国人民義勇軍の進攻により12月9日に韓国軍、国連軍とも撤退した。その後1951年から1953年にかけて国連軍は海上から元山港に対して砲撃を続けた。日本統治時代においては、 日本語読みで、原山と呼ばれていた。地名も日本式の、町がつくものが多かった。この節の出展特言群、編集水産物加工、造船、化学工業、宝石などの工場がある。農業は、米、野菜の生産及び畜産など、石板がうまい綺麗付近から産出され、一部の地方で屋根を吹くのに使われていた。他にも十数校の大学がある。 鉄道中心駅は、元山駅高速道路空港線。ありがとうございます。